るは哀れな道化の物語。少女に笑顔を捧ぐため、己の使命を果たすため、来る日も舞台の幕を開け、おどけひたむき舞い踊る。百物語第6話、笑わぬ少女と死ねない道化。今日も少女は客席に。それでも笑わぬ少女を前に、やがて彼らが競い争うようになっていった。誰が笑顔を捧げるか、競い合えど答えなく、ただいたずらに時は過ぎ、芸だけがただ磨かれていく。争うために生み出した技と力を虚しく咲かせ、歩み続ける真夜中の日。そんな果てなき絶望の中、一人の道化がつぶやいた。今の力と技とを合わせ、一つの芸を咲かせれば。道化たちは再び集い、己が使命に花咲かす。最後の舞台の幕が、今日も少女は客席に。第6話、これにて終幕。